皆さんこんにちは。産学ニュースをお伝えいたします。今回は本格的な登山を目指す人のためにまずチャレンジするのは岩場です。岩登りをやってみましょうということで、群馬県は妙義山にやってまいりました。ぜひご覧ください。ここは妙義のですね、中間道というところです。まずカニの横ばいというのがあります。岩場をですね横に移動するということで、岩登りはですねよく落ち着いてですね体を岩から離して、まず手足の4点のうち1点だけを動かすということを念頭に置いて、安定させたところに足を置くと、その後に手で、しっかりと掴むということが大事です。ここにはですね面白い岩の形のところがいっぱいありますので、ぜひですね行ってみてください。中間道といってもですね稜線を歩くわけじゃないんですが、非常に、スリリングな場所がたくさんあります。展望台から見ると岩場だらけです。こんなところもですね、本格的に登山をするにはですね一つ踏み込んで行ってみてもらえるといいと思います。それともう一つですね、この時期は、枯葉がものすごく落ちています。で、枯葉が落ちているところを歩きますので、登山道を見失いがちになります。秋の日暮れは鶴瓶落としと言います。すぐ暗くなります。ですから早めにですね行動をして、こういう斜めのところはですねまず谷側の足を開いてですねそれで踏ん張って歩くようにすると安全です。ここは岩場をくり抜いたところなんですが、昔は手すりがありませんでした。ですから相当気をつけて歩いたんですが、今でもですね手すりに浮かかったら非常に危ないです。ですから本当に頭を下げてですねくぐっていくという感じになります。それからこの先にはもう一つですね非常に狭い尾根があるんですね。そこを階段状に降りていくんですが、先ほどの岩場のようにですね、あまり手すりに頼らずですねまっすぐですね、降りていくと安全です。周りはですね非常によく見えますが、よく見ると切れているのもよくわかります。ですから、少し気をつけてですね歩くと非常に今後のですね、いろんなところに行った時の役に立つと思います。この妙義というのはある意味ですねいろんな、地形、それから岩場やロープが鎖といろんなところに出てきますので、最初のビギナーの皆さんだったらぜひですね本格的に登るんだったらばこういうところをちょっと一歩を踏み込んで登ってみるというのもいいと思います。いかがでしたでしょうか。安全なスキルを保つためには岩場のある山でトレーニングするのが一番いいと思います。日本には数多くの岩場があります。達成感を保つ、そんなですね難度の高い山にぜひ皆さんもチャレンジしてください。では次回をお楽しみに。